ただいまから、令和5年度京都大学大学院周期入学しを行います。一度ご起立願います。礼一度ご着席願います。 総長の言葉本日京都大学大学院に入学した修士課程83名。 博士後期課程138名、専門職、学位課程5名の皆さん、入学おめでとうございます。教職員とともに皆さんの入学を心からお喜び申し上げます。また、これまで皆さんを支えてこられたご家族や関係者の皆様に心よりお祝いを申し上げます。新型コロナウイルス感染症のの拡大防止の観点から、 過去2年は動画配信でお祝いの言葉をお伝えするのみでしたが3年ぶりに直接対面で大学院秋入学式を執り行うことができることを教職員一同本当に喜ばしく思っております今日皆さんはいよいよさまざまな学術領域での本格的な研究を始めるための新しい一歩を踏み出されました。 京都大学では18の大学院研究科に加えて30を超える府知研究所や研究センターが皆さんの大学院課程における学びと研究の場を提供しています修士課程ではこれまで学部で学んだ基礎知識をもとにさらに高度な知識や技術を習得し同時に研究者や高度専門職として必要とされる さまざまなアーツやテクニックを身につけていくことが求められますまた博士後期課程では学位論文の作成に向けて自らのテーマを設定し研究者としての作法に従いながら実践研究を進めていくことになりますさらに現代社会における複合的な課題へのチャレンジを希望する皆さんには個別学術領域の壁を越えた いわゆる融合領域の実践的研究のための3つの卓越大学院プログラムも展開されています。さて、現在ほど学術文化や科学技術の進歩が社会や人間生活に直接大きな影響を及ぼしている時代はないと思います。まあ、研究とは元来個々人の好奇心や探求心を動機としたものであるとはいえ、皆さんのこれからの研究活動が どのような社会的意義を持ちうるかについても、いやをなく考えさせられることになるはずです。皆さんはしばしば、基礎研究と応用研究という言い方を耳にされてきたと思います。まあ、もっと一般的な言い方をすれば、科学と技術と表現されるかもしれません。18世紀半ばまでは、科学研究は、 資産とと時間に余裕のあるる貴族階級がやることでした例えば莫大な財産を有するデモンシャー公爵家の出身であるヘンリー・キャベンディッシュはケンブリッジ大学に学んだ後自らの別荘に実験室と工作室を作り好奇心の赴くままに一人でさまざまな実験を行いました彼は存命中には王立教会に18編の論文を発表したにすぎませんが 電磁気学の確立者であるジェームズ・クラーク・マックスウェルが彼の死後残された膨大な実験ノートについて詳細な検証と再現実験を行っておりますその結果近代物理学や科学の多く,多くの重要な科学的原理が極めて正確,正確な実験によってすでに証明されていたことが明らかにされております 他方で技術に関しても、イギリスのジェームズ・バットによる蒸気機関の改良から、ドイツのニクラス・オットによる内燃機関原理の発明に至る、いわゆる工業化の時代に入り、さまざまな領域での急速な技術革新によって、社会や経済の様式がダイナミックに変わっていくことになりました。オーストラリア・ハンガリー帝国出身の社会経済学者、ヨーゼフ・シュンペーターは、多様な技術革新が次々に生まれて、 それらが全く新しい様式で結合され組み合わされることによって経済システムや人々の生活,生活が急速に変化して新しい社会的均衡状態に移っていくということをイノベーションと呼びました。技術というものが社会の変化と発展に主要な役割を果たしてきたということは疑いのない事実であります。こののような研究の中で 基礎研究と応用研究という表現が多分初めて明示されたのは比較的最近のことであります。1945年にアメリカの大統領科学顧問であったザルレバー・ブッシュは当時のハリー・トルーマン大統領に宛てた科学この終わりなきフロンティアという有名なレポートの中で研究に専念する基礎的な科学と 製品開発への応用のための科学に区別して、大学における基礎研究には公的資金が投入されるべきだが、企業における応用研究は公的資金を投入すべきでないと述べております。この考え方がアメリカの科学技術政策に強く反映されて、大学における科学研究への強力な財政支援が進められ、20世紀以降、アメリカが質量ともに 世界の科学技術の発展を牽引する原動力になったと考えられています。ただ、しこのレポートは、もっぱら公的な科学研究費情勢はどこに向けられるべきかという観点からの議論であり、研究の内容は動機に及ぶものではなかったと考えられます。確かに近代科学の黎明期には、心理探求のための研究と、 社会的な価値創造を目指す発明の間にはギャップがあり科学者と技術者の立場や意識にも確然とした違いがありましたしかし科学と技術が分かち難い形で格段に進化してきた現代ではこのような科学と技術あるいは基礎と応用という単純な二元論はあまり現実的ではないと思います純粋な興味と探求心に基づく研究の成果が ほとんど間を置かず画期的な社会的応用へと展開されていくことは今は決して珍しいことではありません最近急速に広まっている基礎的な研究成果をもとにしたいわゆるスタートアップ企業というものもこういったことの繁栄であると言えるでしょう他方で特定の応用を意図した開発研究の中から予期せぬ新しい科学的発見が生まれてくることも 十分あり得ます現代では技術の進化なしに科学のブレイクスルーは全く望めませんし逆に基礎研究の革新的成果なしに新しい技術の進歩もありえません研究をするということは今や個人の営みの枠を超え優れて社会的な活動の一つであると考えるべきでしょうこれから皆さんが 進められる学術研究を基礎研究か応用研究かという古典的な枠組みに区別していくことに私はあまり必然性があるとは思えませんむしろ今皆さんが考えるべきことは大学における学術文化や科学研究がどのような形で社会に貢献しうるかということであろうと思いますその貢献のあり方は 学術科学の領域によって極めて多様でありうるでしょうし今すぐにでも解決を求められている課題への貢献もあれば将来につながる学知の蓄積への貢献も当然ありうるでしょうハーバード大学のマーケル・サンデル教授はその著書「能力の先生」の中でドイツの哲学者ゲオルム・ヘーゲルの労働論すなわち労働市場のシステムは所得によって労働に報いるだけではなく 各人の労働を共通前コモングッドへの貢献として公に承認するものであるという考え方を援用して、援用してこのように述べています。我々が、科学者が人間として最も充実するのは、共通前に貢献し、その貢献によって同胞である市民から評価される時であり、人々から必要とされることである。 皆さんがどのような学術や科学の研究に従事されていくにせよ、必要なのはこのような市民社会的な視点を頭の隅に置いていくことではないかと思います。これから皆さんは創立127年目に迎えたこの京都大学の様々な学術分野の大学院に入学され、本格的な学術研究活動を始めることになります。繰り返しになりますが、 個人の好奇心や未知への探求心が学術文化と科学研究の原動力であること自体はいくら時代が変わっても変わるものではないでしょう。20世紀以降の科学や技術の発展の歴史を見ているとその飛躍の基礎には果敢に新しい領域を開拓してきた研究者のフロンティア精神があったことがわかります。 そしてそれを媒介してきたのはしばしば異なる学術領域の出会いであったと言えましょう京都大学が創立以来最も大切にしてきたのは自由の学風と言われる精神ですこれは学術研究にあたってこれまでのさまざまな社会的慣習や経験的束縛から自らの思考を自由に解け放つという精神の自由を意味しており フロンティア精神ということに他なりません。これがいわば暗黙知として、私たちが受け受け継いできた本学の伝統であります。これから皆さんが各々の学術領域で、この自由の学譜のもとに、様々な異なる学術領域の多様な世代国籍の仲間と交流を深めて、議論を重ねることによって充実した研究生活を送られ、 そして新しい学術研究の世界を開拓されていくことを心から期待して私からの挨拶に変えたいと思います。本日は誠におめでとうございます。令和5年10月7日、京都大学総長、湊長弘。 一度ご起立願います。これをもちまして、令和5年度京都大学大学院周期入学式を終わります。礼一度ご着席願います。 総長、理事、研究課長はご退場お願いします。